行委員会代表委員、日本共産党、市民連合及び立憲デモクラシーの会代表、日比谷名店実行委員会、何やるだけど、初党、山町台、第三復興公営住宅自治管理組合、東京都県一般労働組合、勝手に絞ってくれ、日本出版労働組合連合会、全日本教職員組合、マニュアルでやった方がいいと、やんない方がいい、日本自治体労働組合連合会、やった、日本国家公務員労働組合連合会、勝手に変えてくれるってこと、じゃあマニュアルでやるってこと、日本医療労働組合連合会、全国金融労働組合連合会、東京都教職員組合、全国政協労働組合連合会、交通運輸労働組合協同会議、JMITU、全日本損害保険労働組合、北ブロック実行委員会、南部ブロック実行委員会、西部ブロック実行委員会、東部ブロック実行委員会、自由放送団、全国保健医団体連合会、原水爆禁止日本協議会、全日本民衆医療機関連合会、農民運動全国連合会、新日本婦人の会、日本婦人団体連合会、全国商工団体連合会の皆さんがご登壇されました。会場は禁煙になっておりますので、皆さんご協力をお願いいたします。また式典が始まりますので、旗、のぼり等は下ろしてくださいますようご協力をお願いいたします。それでは中央名前式典の議長団として、国民春闘協闘委員会事務局次長で全損保委員長の浦上良人さん、そして同じく東京春闘協闘会議代表で東京地方議長の森田実さんに式典の進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。第88回中央命令式典の議長を担当します、国民春闘協闘委員会事務局次長、全損保委員長の浦上です。東京春闘協闘、森田です。よろしくお願いいたします。一言ご挨拶いたします。今安倍政権の進める政治は、国民労働者の期待や思いを無視し、財界大企業アメリカの要望を入れ、かつてほど乱暴になっています。あらゆる課題に対して国民への説明責任を果たさず、強硬的に政策を推し進めています。こうした政治に対し、私たち国民の怒りの声や行動は大きくなり広がっています。本日の第88回命令を全国で参加している皆さんと共に、日本中で怒りの声を響かせ、正々と成功させたいと思います。それではただいまより第88回中央命令式典の開会を宣言いたします。代表し、国民春闘協闘委員会代表幹事、全労連議長の小田川勝義さんからご挨拶をお願いします。皆さんこんにちは。第88回命令集会にご参加いただき大変ありがとうございます。心からの感謝を申し上げ、執行委員会を代表して私小田川から開会のご挨拶を申し上げます。小
今年の命ではこの会場も含め全国311カ所で開催をされています。この場には昨年に引き続き日比谷名電実行委員会と市民と野党の共闘の要の役割を果たしていらっしゃいます市民連合から連帯のご挨拶にお越しをいただきました。労働者労働組合の連帯、労働者市民と立憲野党の共闘の前進発展を確認し合い、安倍政権打倒の決起の場として成功させていただきますことを最初にお願いを申し上げます。また東日本大震災と福島原発事故から6年、熊本地震から1年7日と、この数年大規模な災害が連続をしています。この場には被災者、被災地を代表して宮城県からお越しをいただいています。被災者に寄り添わない政治家への怒りも共有をし、被災者、被災地、厳しい政治は許せないとの立場を確認をし、復興に向けた支援を継続していくことを呼びかけさせていただきます。私は以下の3点申し上げて大会の挨拶に変えます。第一は、憲法が輝く社会、憲法を生かす政治への転換を目指す取り組みの強化についてです。明後日5月3日は憲法施行から70年目の日ですが、今その憲法が最大の危機に瀕しています。戦争法、安全保障法制の強行と発動、特定秘密保護法や盗聴法の強行、そして共謀罪の国会提出など戦争する国への暴走が加速をしています。基地建設反対の沖縄県民の声を権力で抑え込むなど、地方自治、民主主義が蹂躙をされています。憲法に反する法律が立て続けに提出をされ、多数の暴力で成立させられ、市民の権利を軽んじる政治が続く状況、危機的だと思います。この危機を乗り越える当面の課題、共謀罪の創設を何としても食い止めることです。この間の国会審議を通じ、私たちのような団体が企業前での座り込み行動を相談をし、計画をし、そのための下見を行った段階で組織的威力業務妨害というテロ行為に分類される犯罪を共謀し、準備をしたことになる危険性はっきりしてまいりました。私たちと無関係とは言えません。5月3日の憲法集会や連休明け直後から連続的に取り組まれます国会行動などに一人でも多くの方に参加をいただき、共謀罪成立阻止の声を形にし、署名などを通じて職場地域に訴え、私たちと立憲野党が力を合わせて共謀罪を廃案に追い込むのではありませんか。5月命令の期限、1日8時間労働を求めて戦いに立ち上がって弾圧されたアメリカの労働者への国際連帯の行動です。今働き方改革の嘘とごまかし、これを許さず8時間働けば暮らせる人間らしい働き方、ディーセントワークの実現を目指す取り組み、重要となっています。年間720時間、月100時間までの時間外労働、8時間プラス平均5時間もの働かせ方を法律で明示することは時代錯誤の逆流でしかありません。このことが3月28日に示された働き方改革実現改革の内容は、申し上げた点に端的に表れていますように、非人間的な働き方の現状の改善の方向を謳っていません。生産性の向上と労働参加率の向上による日本経済の再生という改革の目的からしても、大企業の国際競争力強化のための働き方改革、このことは極めて露骨だと思います。改革を言うのであれば、最優先すべきは安定した良質な雇用の実現を目指すことです。雇用は直接無期常用雇用、労働時間は1日8時間、週40時間が基本、やむを得ない場合の残業は
年360時間、月45時間以下に制限、この原則要求を再確認をし、憲法25条が求める健康で、健康で文化的な生活を維持できる雇用の最低ルールの実現、声を上げ、広げ、安倍雇用改革の強行を許せない戦い、私たちが作り出してまいりましょう。第3は、格差と貧困の広がりに歯止めをかけ、是正に真正面から取り組むことです。日本の富裕層40人の資産は、全世帯の下から 53% の世帯と預貯金の総額に適用しています。一方で、貯蓄ゼロ世帯は約1900万世帯、37% にも達する。これが今の日本社会の現実です。このような格差貧困の拡大の影響、深刻です。白井教連の調査では、首都圏の私立大学に入学をした下宿生への仕送り額は、2015年度時点で8万6700円、15年連続して減少し続けています。このことに反比例をして、奨学金の滞納で破産に追い込まれる件数が増加をし、卒業時に1000万を超える奨学金ローン、借金を抱える青年も少なくありません。民意連の調査で、2016年の1年間に経済的理由による手遅れ死亡事例、58事例が明らかにされています。そのうち、無職または非正規雇用が 66%、3分の2を占めています。格差と貧困の広がりをもとに、雇用の劣化があり、社会保障や教育予算の抑制削減が追い打ちをかけ、世代を超えて暮らしを悪化をさせています。格差貧困の解消、一人一人が大切にされる政治の実現を求める運動を急がれています。先ほど申し上げた雇用の安定に加え、最低賃金の大幅引き上げ、消費税 10% の再引き上げの取りやめと、大企業優遇税制の見直しなどによる労働負担原則の税制の転換、社会保障、教育予算の拡充の課題を中心に、要求実現闘争を強め、格差と貧困、是正を求める一大国民運動への発展、立憲野党の共闘の前進を目指して取り組みを強めてまいりましょう。北朝鮮への武力行為も辞さないとする姿勢を示すアメリカ・トランプ政権の誕生や、ヨーロッパでの移民排除を声高に主張する極右勢力の影響力の高まりなど、平和と民主主義の危機が世界的に広がっています。この情勢だからこそ、世界人権宣言などの宣言戦後の世界平和の原点を再確認をし、憲法9条を持つ国の労働者の自覚のもと、世界の民主的な戦いとの連帯の絆を強めてまいりましょう。万国の労働者万歳、第88回メーデー万歳。ありがとうございました。続きまして、本メーデー集会への連帯激励挨拶をいただきます。戦争法を廃止、立憲主義を取り戻せと、市民と野党共闘の強化に向けて先頭に立ってご奮闘いただいている市民連合および立憲デモクラシーの会を代表して、法政大学教授の山口二郎さんです。山口さんに連帯のご挨拶をいただきます。法政大学の山口でございます。88回目でお招きをいただきましてありがとうございます。そして私たちが日頃行っている平和と民主主義を求める市民と野党の協力の戦いについても、この場においでになっている労働者の皆さんにいろんな形でご支援ご協力をいただいて本当に感謝しております。さて、この88回のメーデーは、日本国憲法、日本の平和と民主主義の未曽有の危機の中で迎えることになりました。北朝鮮核危機を口実に、自衛隊の軍艦がアメリカの船を護衛する安保法制がいよいよ実施に移されてしまいました。これを存立危機事態というんですが、存立危機に陥っているのは
稲田防衛大臣その人であり、安倍首相その人ではありませんか。そして日本の平和と民主主義が存立危機に陥ろうとしている、この時に私たちは立場の違いを乗り越えて大同結集をして平和と民主主義を取り戻す、その戦いを広げていかなければなりません。で、今世界中を見渡してみますと、先ほどの小田川さんの話にもありましたが、政治を語ることは大変辛いことです。アメリカでもヨーロッパでも人権を無視し、民主主義を踏みにじるようないかがわしいデマゴーグと言われるリーダーが登場してきています。そしてこのグローバル経済の広がりの中で格差貧困が世界各国で深刻になっている、雇用の劣化に苦しんでいる人たち、生活不安に怯えている人たちが一見実行力があって弱者のために政策を実行すると嘘をつく景気のいい公約を並べる、そういうデマゴーグたちを支持しているという本当に困った悩ましい現象があるわけであります。この格差と貧困というのは決して自然災害ではありません。人間が作り出したものです。日本の場合で言えば過去20年にわたる社会保障の抑制と労働法制の改悪、規制緩和、これがもたらしたまさに人災害です。私たちはこのような社会の矛盾、経済の問題を作り出した本当の原因をしっかりと見極める、そしてこの社会の矛盾や経済の問題を作り出した元凶たちに怒りを的確に向けていかなければなりません。そのためにまさに民主主義を守る戦いと、それから皆さんの生活と労働条件を守る戦い、これを一体として広げていかなければならないと思います。戦いというのはやはり一人一人の労働者市民が自らの権利を要求するというところから始まると思います。ここにおいでの皆さん、本当に日々職場でいろんな苦労をされながら労働者の尊厳、基本的人権を守るための戦いを苦しい中で続けてこられた方々ばかりだと思います。そうした経験をさらに地域社会、さらには政治に取り組む戦いに広げていっていただきたい、私は強く念願するんですね。本当に各地で市民と野党の協力を求める動きが広がっております。またさまざまな選挙でもそのような協力で取り組んでいろんな成果も上げてきました。その中で本当に労働組合の皆さんの献身的な働きというものに私は本当に感激をいたしました。これから戦いはいよいよ本番を迎えます。次の総選挙に向けてこの権力の暴走、国民無視のおごり高ぶった安倍政権を倒すためにみんなが力を合わせていかなければなりません。野党と市民、そして労働者の協力、この戦いの戦列を作り出していく中で皆様方の一層のご奮闘、ご支援をお願いして市民連合を代表してのご挨拶とさせていただきます。これからも共に頑張りましょう。山口さん、ありがとうございました。引き続きまして安倍暴走政治に反対し国会内外で奮闘されております日本共産党を代表しまして志位和夫委員長からご挨拶をいただきます。中央メディアにお集まりの皆さん、おはようございます。日本共産党の志位和夫です。日本共産党を代表して熱い連帯の挨拶を送ります。皆さん、北朝鮮の核ミサイル開発は断じて容認できません。
同時にその解決の方法は外交的解決しかありません。破滅を招く軍事力行使は絶対にやってはなりません。まだこの機に乗じた安保制戦争法の発動に強く反対します。皆さん、経済制裁の強化と一体に対話と交渉による解決を強く求めようではありませんか。皆さん、世界でも異常な長時間労働は日本社会の大問題です。ところが安倍政権が決めた働き方改革の実行計画などは残業を月100時間まで認め、休日労働を含めれば年間960時間の残業を容認するとんでもない手法です。過労死させようということを認める法案でしょうか。過労自殺した電通社員の高橋松美さんのお母さんの言葉です。働き方改革は絶対に許せません。残業時間の上限は法律で週15時間、月45時間、年360時間と決めるべきです。最低11時間のインターバル制、残業代の割増率の強化に踏み切るべきです。皆さん、8時間働けば普通に暮らせる社会をご一緒に作ろうではありませんか。皆さん、安倍政権は安保制戦争法の強行を境に憲法も法律も無視した歯止めない暴走政治を進めています。共謀罪法案は何を考え何を合意したか、国民の心に異常をかける憲法違反の立法です。一般の市民は対象にしないといいますが、一般の市民が誰かを決めるのはその先かんじゃありませんか。自由な社会を失速させ、物言えぬ監視社会を作る共謀罪法案は必ず廃案に追い込もうではありませんか。安倍政権が名護市への頃新基地建設に向けた護岸工事に着手したことに私は強い憤りを持って抗議するとともに、その中止を強く求めます。沖縄で問われているのは日本という国の民主主義です。決して諦めないという断固たる決意で頑張っている沖縄県民に連帯した戦いを全国で起こそうではありませんか。皆さん、安倍政権は決して一強などではありません。モラルの崩壊のボロボロの状態じゃないですか。復興大臣をはじめ大臣たちのモラル崩壊が止まりません。その原因どこにあるでしょう。トップである安倍首相自身のモラル崩壊にあるんじゃないですか。森友問題で首相夫人の疑惑に蓋をする態度を取り続けて、どうして閣僚に示しがつきました。おごれる者に未来はありません。皆さん、野党と市民の状況を発展させ、市民連合の皆さんとしっかりしてから組んで安倍政権を打倒し、新しい政治を作ろうじゃありませんか。第88回中央命令万歳。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして野党からもメッセージをいただいております。呼び上げさせていただきます。第88回中央命令集会のご開催にあたり、
一言ご挨拶を申し上げます。安倍政権の暴走政治により安保法が強行採決されるなど、立憲主義は置き去りにされ、今まさに日本の民主主義は危機を迎えております。こうした中、第一に考えられるべきは国民の生活、着実な賃上げや正規雇用の拡大、雇用環境の改善などやるべきことは多くありますが、安倍政権が働き方改革などと称してどんどん雇用環境を悪化させていることは皆様方ご存知の通りです。働く人々の生活を守るため、今必要なのは行動することです。お友達だけに良い思いをさせようという安倍政権に鉄槌を下すことです。我々は全力で国民軽視の現政権と戦ってまいります。どうかご指導のほどよろしくお願い申し上げます。ご参会の皆様のご健勝を心よりお祈りいたします。平成29年5月1日自由党代表小沢一郎。第88回メーデーに寄せて、第88回メーデーの成功を記念し、連帯のメッセージを送ります。日頃より平和で平等な社会を目指して、労働者の人権、処遇改善などの諸運動を展開されておりますこと、心より敬意を表します。憲法無視、人権無視の安倍政権は、残業代ゼロ法案、派遣法改悪、そして労働者の視点をないがしろにした働き方改革など、働く人をさらに追い詰めています。それはまさに労働者が勝ち取ってきた権利を破壊しているに他なりません。さらに安倍政権は市民の声を徹底的に、特定秘密保護法、戦争法などの悪法を数の力で強行成立させ、今国会では労働運動や市民運動を弾圧しかねない共謀罪を創設しようとしています。政府に対して物言える社会になってしまえば、立憲主義国家、民主主義国家ではなくなってしまいます。平和憲法、そして労働者の権利が危機にある今こそ、より一層力強い連帯が必要だと思います。誰もが排除されることなく安心して働き暮らすことができる社会の実現に向け、今後も力を尽くしてまいります。共に頑張りましょう。沖縄の風代表、糸数恵子。ありがとうございました。皆さん、同時刻日比谷野外音楽堂で日比谷メーデーが開催されております。本集会でも日比谷メーデー実行委員会を代表して、全国労働組合連絡協議会事務局長の中岡元明さんから連帯のご挨拶をいただきます。ご紹介いただきました日比谷メーデー実行委員会を代表しまして、全農協の中岡がご挨拶をさせていただきます。今ご紹介がありましたように、この時間日比谷を埋めた私たちの仲間はすでに2コースに分かれてデモを展開をしております。そのスローガンは文字通り皆さん方と同じ、安倍政権をこれ以上暴走を許すわけにはいかない、直ちに安倍政権は退陣すべきである、この大きな声を市中に広めよう、このようなことであります。そして同時に私たちが今格差や貧困の時代、このような中で労働者の権利がないがしろにされる、この状態を何としてでもストップさせたい、このような立場から戦いを展開をしておるところである。
本来労働組合がここの代々木公園の中央名で日比谷での私ども日比谷名で、あるいは先月行われました先日行われました連合の皆さんの中央名で、本来労働組合が今こそ一致をして戦いを展開しなければならないこのような状況の中で、なかなか統一命令が実現できないというところではありますけれども、昨年来からこの中央命令と日比谷命令相互に人を交換をし、共に英語を肌身を持って分かち合う、このようなことを実現をさせてまいりました。そして今年はその中で統一スローガンを一つでも作ろうではないか、このような段取りで行われてまいりました。すなわち戦争法を廃止、許すな共謀罪、憲法改悪を許さない、これが今年度88回を迎えた命令での代々木公園中央命令と日比谷での私ども88回命令の統一のスローガンとして確認をされてまいりました。ぜひ皆様方もご確認いただければというふうに思います。先ほどからすでに多くのお話があります。安倍政権の政治的な暴走は外交を言うことがありません。共謀罪にしてもすでに労働組合の破壊そのものを弾圧をする、このことは必死であります。すでにさまざまな政治課題に参加する労働組合への自然的弾圧というような形、あるいは自己弾圧というような形で起訴もできないのに逮捕する、このようなこともまかり通っておるわけであります。とすれば私たち今こそ市民運動と労働運動が共謀して共謀罪を葬り去る、このような時ではないでしょうか。私たちはそのために立ち上がりたいというふうに思います。そしてもう一点、先ほどからこれも多く語られており労働時間の増減規制、本来労働者は健康的で人らしく生きるためには1日8時間そして週40時間で生活が成り立つ、このようなことではないでしょうか。今最低賃金が少しずつ上がってきたとはいえ、年間まだ200万にも年収200万にも届かない、このような状況の中で私どもは今最低賃金を1500円今すぐ、それが無理であれば今すぐ1000円を実現をしよう、このような戦いを展開をしておるところであります。そのことによって本当に非正規の皆さんが、あるいは中小零細で働く労働者の生活を保障する、この戦いを職場で解決することによって現実的なあの不法な過労死を合法化するような長時間労働を絶対に許さない、このような大きな戦いの基礎にしようではありませんか。私たちは今こそ改めて職場での戦い、そして安倍政権を打倒する、このような戦いを一つにして皆様方と共に戦っていきたいというふうに思います。日比谷命令を代表して一言連帯と共に戦う決意を表明させていただきまして、私の方からの挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。
なお日比谷メーデーには国民春闘共闘委員会代表幹事全農協同連と舘野豊職長が連帯挨拶を行っていることをご報告します。皆さん、東日本大震災から6年が過ぎました。しかし復興は遅々として進んでいません。被災地宮城の現状について、明日と長町第三復興公営住宅自治管理組合会長の飯塚正弘さんから発言をお願いします。6年2ヶ月が経過しようとしている東日本大震災の被災地からの報告です。死者15,894名、行方不明者2,562名、震災関連死者数を含めると約2万人もの尊い命が失われました。被災3県では福島第一原発事故の自主避難者を含めて約3万3000世帯7万1000人もの人が仮設住宅での生活をまだ余儀なくされております。被災地では復興はおろか復旧さえ進んでいない地域もあります。特に福島第一原発事故は収束の目処さえ立っていません。しかし安倍政権や東電は避難区域を狭め、人が住める状態ではない地域に被災者を戻そうとし、賠償金やみなし仮設の家賃補助の打ち切りを決定しました。これは被災者救済どころか被災者切り捨ての暴挙でもあります。辞任しましたが、今倉復興大臣の戻らない人の自己責任だ、東北でよかったとの発言と態度は被災者に寄り添うべき復興大臣の辞任は当然のことです。皆さん、よく耳を澄ませてください。安倍政権復興大臣へ、被災地から怒りと諦めの声が聞こえませんか。現地では被災地の格差、被災者の格差が大きく広がっています。私のように災害公営住宅へ入居し一定の生活を取り戻した者もいれば、いまだに3万3000世帯7万人以上の被災者が仮設住宅で狭く苦しい生活を余儀なくされています。災害便乗型のコンクリートの復興は進んでいても、私たち被災者の心の復興はあの 3.11 以来止まったままです。特に三陸海岸沿岸は8メートルを超える巨大防潮堤のコンクリートに囲まれ、自然豊かだったあのリアス海岸は巨大なコンクリートへの要塞へと変わり果ててしまいました。私たちの生活は避難所、仮設住宅、災害公営住宅と引っ越しをするたびに慣れない生活を強いられ、新しいコミュニティの形成に疲れ、引きこもりやアルコール依存、自死に追い込まれる人が目立ってきました。特に独居高齢者や私の年代以上の独身男性が大切な命を自死という形で捨てざるを得ない極限状態に追い込まれています。現地では報道も新たな商店街がオープンしたなどと報道はされていますが、私の災害公営住宅で起きた75歳男性の孤独死の報道は全くされていません。あたかも復興は進んでいる、終わったと思われますが、復興はまだまだ道半ばです。私も仮設住宅の自治会長として3年間仮設住宅を奔走し、疲れ果て災害公営住宅に移り住んで、体調を崩し4回も救急搬送されました。
自分の体をコントロールできない極限のストレス状態に追い込まれ、抗うつ薬、睡眠薬、高血圧の薬などどんどんと薬の量は増え、医療費も年間20万円もの負担にもなりますが、被災者の医療費、介護費の援助は打ち切りとなり、自己負担を強いられています。年金生活の高齢者にとってまさに命を懸けた生活の日々を送っています。どうか皆さん、私たち被災者は復興は道半ば、人間の復興、心の復興を目指して歯を食いしばって日々頑張っていることを忘れないでください。東日本大震災の被災者からの報告でした。仙台市太白区アスト長町第三市営住宅在住、飯塚正樹。ありがとうございました。引き続き震災を風化させず、被災者生活となりわいを支える復興を目指していきましょう。国内外からも多くのメッセージが寄せられています。時間の都合上、組織名だけをご紹介させていただきます。東京都産業労働局雇用就業部長小金井剛様、アメリカ電気機械無線労働組合様、以上になります。ここで議長を交代します。議長を交代いたしました。4つの団体から決意表明をお願いしたいと思います。まず最初に、仕事よこせ後契約条例の制定に奮闘していらっしゃいます東京都県委員長の松丸和夫さんから発言をお願いいたします。よし、よし、よし、よし。中央会で参加の皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました建設産業で働く仲間で作る組合、東京都県の中央執行委員長を務めます松丸和夫です。東京都県を代表して決意と連帯の言葉を述べたいと思います。今ゼネコンや住宅企業は空前の利益を上げています。ところが現場で働く建設労働者の賃金は上がっていません。ベテランの職人でさえ年収400万ほどであります。そして長時間労働や技能工の減少、特に若い世代の入職者不足や定着しないなど構造的な問題を抱えています。なのに国は厚生年金に入らないと現場に入場させない規制を進めました。厚生年金に入りたくても入れない、あるいは外注か偽装請負にして保険適用を逃れようとする動きも強まっています。政治はもっと賃金単価を大きく上げて社会保険料が確保できるように力を入れるべきです。そして大儲けをしている大企業ゼネコンは真剣に賃金単価を上げることをしなければいけません。しなければさらに労働者不足、若い世代の入職者の減少が進むことになります。問題の解決にはなりません。また2020年の東京オリンピックの施設建設が本格化してきました。施設現場では安全の確保、適切な工期設定、賃金単価の引き上げ、雇用契約の透明化、下請け業者を守ることを国や東京都、元請けゼネコンなどに求めていきます。そして現場で働く仲間への尊厳と組織化を力を入れていきたい。アスベスト被害者が起こした建設アスベスト訴訟は提訴から9年が経ちました。安価で安価質に富み使いやすいアスベストを産業の発展のために大量に建設現場や造船などに
使用しました。これからも解体現場ではアスベストが飛び散る可能性が大きくあります。多くの住民にも被害が及びかねません。国は危険性を知りながら製造を認め、企業は利益を上げてきました。アスベストによる深刻な健康被害はこれからも広がるでしょう。この間アスベスト訴訟の原告罪の被害者は判決を待たずに7割の方が尊い命を亡くしております。今5つの司法裁判所で国と製造企業の責任を問う裁判を進めています。国は罪を認めず不当にも国交渉をしています。また話し合いの場の要請にも応えない製造企業もあります。国と製造企業はそれぞれの責任で補償基金を作るべきです。裁判所において公平な判決が出るように、私たちはこの会場でも署名をお願いしているところであります。ご協力の方をお願いしたいと思います。東京や関東でも直下型地震が予想されています。いつ来るかわからない地震に備えても私たちは取り組んでいかなければいけません。そして国は軍事費にお金を回すのでなく、防災減災の施策に、また原発も停止して変わるエネルギー施策にお金を使うべきではないでしょうか。私たちは現場の経験と技能を生かして災害時の救済活動をする体制を整えつつあります。結びに、今年は憲法制定70周年であります。東京都県も結成70周年を迎えました。平和でこそ建設産業が成り立ちます。建物を作るだけが建設産業ではありません。平和を作るのも建設産業であります。過去に私たちの先輩は戦争のために労働を強いられました。私たちは二度と戦争のための工事をしないことを誓います。そして皆さんと共に働く仲間の暮らしと仕事を守り、憲法と平和を守る戦いに全力を挙げることを決意して、連帯の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次に、長時間労働是正に向けインターバル規制や増員要求を求めて歳別・産別・歳地引上げの取り組みを進めています、東京医労連青年部長今福薫さんからご発言をお願いいたします。第88回メーデーご参加の皆様、お疲れ様です。ただいまご紹介に預かりました、私、東京医療連青年部で部長させていただいております、今福薫と申します。本日は長時間労働是正と最低賃金引上げについて決意表明をさせていただきます。長時間労働の問題について、私たちの医療業界で言えば、長時間、違法対夜勤労働などがあり、長時間労働はミスの可能性を増やし、さらに健康を害していくという、いいことが一つもありません。さらに近年より高度な医療を求められるのにもかかわらず、医療の報酬は下がるばかりで、それに加え医師、看護師、介護士など医療従事者が不足して長時間労働が、蔓延するという悪循環が続いております。どんな仕事でも長く働けばそれだけ疲労がたまり、ミスや事故が起こるのは明白です。働く人が誰もがミスをしたって仕事をしているわけではありません。しかし現状は人が少ないから、賃金が少ないから、いろいろな問題で長時間労働がなくなりません。だからこそ安心して働くために法律で長時間労働の是正が必要なのです。そういったワークルールを作る、運動、メディアのチラシにもあります。私の仕事8時間プロジェクトなど、そういった労働運動の、時間の運動も活発になっております。
また賃金が少ないといえば最低賃金の問題です。昨今正規採用が減り、パートや派遣といった働き方で家計を支え、そういった方が増えているのに東京の最低賃金は正にも満たない932円となっております。つい、私が労働組合に入って5年、当初は最低賃金1000円の運動を、がありましたが、今では1500円の最低賃金を求め、若い人たちが市民運動を展開していますし、労働組合の運動も盛り上がってきております。つい先日、最低賃金1500円の市民運動をしているエクタスと労働組合が新宿で、デモを行いました。最低賃金のデモをしていると大体、街頭からですね、1500円は高い、そういった声が聞こえてきます。実際のところ本当に1500円で、賃金が高いというふうに、そういうことがあると、ふうに皆さん多いでしょうか。時給1500円で週40時間約1ヶ月働いたとしても月給24万円、そこから健康保険料、各種税金、家賃、光熱費、携帯電話等の支払いをして手元に残るのは一体いくらでしょうか。年収にしても300円に満たない金額です。これで結婚して子供を育てていくというなると、正直共働きをしないと将来が不安でいっぱいです。これが1500円の実態です。これが高いのでしょうか。最低賃金1500円に上がったら何をしたいかというアンケートで、病院にかかりたいというものがあることを聞いたことがあります。医療で働く者として胸に深く突き刺さる言葉でした。お金がなくて医療にかかれず、我慢して我慢して病気が悪化してしまい、医療にかかり、さらにお金がかかってしまう。一体何のために働くのか考えさせられてしまいます。今の最低賃金では将来に希望が持てる国とはとても思えません。そんな不安な状況で結婚して子育てをするという人が減り、少子化が問題になるのも理解ができます。これからさらに加速するであろういろいろな社会問題が国民を苦しめることは容易に想像ができます。最低賃金の引き上げ、そして大企業を優遇するのではなく、日本を支える中小企業に税金で補助を行わせ、働いても生活できない労働者を作らず、誰もが希望を持てる国にするため、全国にいる仲間と市民運動している皆様と連帯し、これからも全ての労働者を視野に入れた労働運動を共に奮闘することをここに表明いたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。次に後半国会の最大の対決法案であります共謀罪創設に反対して取り組んでいます出版労連副委員長の寺川徹さんからご発言をお願いいたします。皆さんこんにちは、出版労連の寺川といいます。暑いです。もうちょっと頑張りましょう。私たち出版労連はテロ等準備罪という名前の共謀罪の創設に断固反対しました。それはこの法案がまさに戦前の治安維持法と同じだからです。この法案から私たち出版産業に携わるものは75年前の横浜事件を思い出します。戦時中の1942年出版記念の宴会を共産党再建の暴力込みなし徹底的な言論弾圧と拷問による獄死も引き起こした冤罪事件です。一体浴衣を着て記念写真を撮る暴議があるでしょうか。証拠となる写真を残すような暴議があるでしょうか。しかしそれを暴議と決めつけたのは治安維持法です。治安維持法の1925年制定時には一般人は対象としないとして導入されました。しかし3年後1928年には最高刑として
死刑を導入するなど、権力側に計り知れない強権を与えました。その結果、社会は閉塞感に包まれ、密告社会、監視社会となりました。現在の政府の説明ととてもよく似ています。一度法律として成立してしまえば、際限なく警察権力を拡大させることは過去の歴史が証明しています。出版論は日本国憲法の21条、これをとても大切な条文と考え、日常的な活動の基本としています。21条は国民の知る権利に応えるために、基本的人権を尊重するためにも、言論、出版、表現の自由、集会、結社の自由を保障しています。表現するためには様々なことを考え、話し合います。仮に考えることが、もしくは話し合うことが犯罪になるとすれば、そこには新たな創作活動は期待できません。より良い社会を築こうとする営みですら、反政府活動行為となされれば弾圧されてしまいます。そもそも一体誰が組織的犯罪集団と判定するのでしょうか。一般人と組織的犯罪集団を見分けるためには、日常的に全ての国民を監視することが必要になります。警察権力にフリーハンドでその権限を持たせることは、民主主義社会の終わりを意味します。秘密保護法、安保法、搭乗法などと相まって、戦争に向かうための共謀罪を認めることはできません。私たち出版労連は、基本的人権の尊重と言論、出版、表現の自由、集会結社の自由を否定し、思想信条の自由を蹂躙して戦争する国となるための幕府、共謀罪の創設に断固反対します。私には関係ないとか、治安が良くなるんじゃないかと言って思っている人が残念ながらまだ多くいます。そうではありません。あなたの問題なんですということを多くの人々に広め、共謀罪をよだび廃案にするために共に頑張りましょう。ありがとうございました。決意表明の最後です。7月2日投票で東京都議会議員選挙が行われます。築地市場の豊洲移転問題を含む都民要求の実現、都政の展開に向けて奮闘していらっしゃる東京自治労連委員長荻原淳さんからご発言をお願いいたします。自治体や公務公共職場で働く者の労働組合、東京自治労連の荻原と申します。7月2日投票で都議選が戦われます。都民が主人公の都政に転換する都議会を作るため、全力で奮闘する決意を申し上げます。皆さん、昨年小池都政に代わって都政に一定の変化が生まれています。長年にわたって大企業のための巨大開発推進、都民福祉、暮らしを犠牲にする都政が続いてきました。都民生活が切り捨てられ、豊かな税収は大型開発に注ぎ込まれました。しかし今、都民の本当に深刻な生活実態と切実な要求が都政を動かしています。認可保育園の増設、定員大幅増を実現し、保育園入所の深刻な実態の改善へ前進させています。シルバーバスでの負担軽減など、高齢者福祉充実へ足がかりを築いています。入札制度の民主的な改革実現、都議会では費用減少費を廃止し、無駄をなくす改革も大きく前進しています。何よりも6000億円もの巨費を投入し、危険な豊洲に築地市場を移転する無謀な計画が、関係者の粘り強い取り組み、都民の運動の高まり、都議会での論戦や白状委員会の政治と追及を力にしながら、強行を許さず築地現在地での再生への方向へ大きく変えつつあることです。この問題では、立ち止まった小池知事をどちらの方向に動かすのか、都議選の結果が大きく影響することははっきりしており、移転中止、
築地再整備を実現する区議会勢力を伸ばすことが求められています。労働組合、民主勢力、市民が力を合わせ協力共闘の勢力を大きくするため奮闘しましょう。そして国政での野党共闘前進、安倍政権打倒につなげましょう。福祉、暮らし充実で都民生活を守る、都政の現場で働く労働者が働きがいを持てる都政に変える、都知事の姿勢を問うとともに都民が主人公の都政を進める都議会に変えるため全力で戦う決意を表明するものです。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてメーデーのスローガンについてご提案し確認をいただきたいと思います。お手元のプログラムになろうかと思います。まず基本スローガン、働く者の団結で生活と権利を守り、平和と民主主義、中立の日本を目指そう。続いてメインスローガン、戦争法廃止、許すな共謀罪、憲法改悪を許さない、市民と野党の共闘で安倍放送政治ストップ、学生貧困と格差、大幅賃上げ底上げで景気回復、地域活性化、今すぐどこでも最低1000円、全国一律最低制の実現、安倍働き方改革反対、学生過労死、8時間働いて暮らせる賃金を、年金、医療、介護など社会保障制度の拡充、消費税 10% 増税の中止、被災者の生活となりわいを支える復興、原発の再稼働反対、原発ゼロの日本、南スーダンからの自衛隊の即時撤退、安倍教育再生反対、辺野古新基地建設反対、オスプレイ全国配備訓練反対、核兵器全面禁止条約の実現。なお、この看板のトップにありますこの部分については今回日比谷命令と共通のスローガンであることを紹介させていただきます。以上です。拍手でご確認をお願いいたします。ありがとうございました。続いて命令宣言の採択に移ります。ご提案は都教組女性部長の河野千佳子さんです。お願いいたします。はい、続きまして同じく本日配布のリーフレットをご覧ください。第88回中央命令宣言案、今日私たちは労働者市民の団結と連帯の力で第88回中央命令を成功させた。日本国憲法の施行から70年目の命令では、戦争する国づくり、企業中心の国づくりへと暴走する安倍政権と対決し、憲法を生かして平和と民主主義、人間らしく生き続けられる社会の実現を目指す決意を固め合った。すべての働く仲間の皆さん、安倍政権の経済政策、アベノミクスによって格差が拡大し、貧困が広がる一方で、一部の富裕層、大企業への富の集中が一層激しくなった。この改革性を一日も早く終わらせる労働者、市民の暮らし最優先の政治への転換を目指すことが共通の要求となっている。実質賃金の伸び悩みが総支出の警戒を招き、地域経済と中小零細企業、事業者の経営を疲弊させる悪循環が続いている。貯蓄なし世帯は3割を超え、教育の機会均衡が失われ、高額の奨学金ローンが青年を苦しめるなど、その影響は極めて深刻だ。非正規雇用労働者が4割に達する一方で、長時間過密労働による過労死は後を絶たない。政府はこの現実に目を向けず、労働生産性の向上を目的とする働き方改革を推し進め、
雇用をさらに劣化させようとしている、過労死ラインまでの残業を容認するような改革では人間らしい働き方はできない。今こそ最低賃金時給1000円以上の実現と合わせ、8時間働けば人間らしく暮らせる働くルールの確立、ディーセントワークの実現に向け新たな戦いに踏み出そう。すべての働く仲間の皆さん、憲法破壊の異常な政治が続いている、特定貧富保護法の制定をはじめ、戦争法、盗聴法拡大に続く共謀罪創設法案の国会増定など、国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重を掲げる憲法の蹂躙に他ならない。暴走政治は極まっている。折しも武力による紛争解決を躊躇しない姿勢を強めるアメリカのトランプ大統領が軍事的挑発を繰り返す北朝鮮への直接攻撃の姿勢を示した。戦争法が成立しているもので、米軍の軍事行動に自衛隊が参加し、日本が戦争に巻き込まれる危険が現実のものとなりかねない。今こそ紛争解決のための武力行使法を宣言する、憲法9条の底力を発揮するときだった。いかなる場合でも武力による紛争解決に反対し声を上げ続けよう。戦争法廃止、共謀罪創設反対、立憲主義回復などの一致点で市民と野党の共闘を力強く発展させ、安倍政権を退陣に追い込み、憲法が輝く戦争しない国を守り抜こう。すべての働く仲間の皆さん、世界各地で労働者市民の戦いが前進し始めている。1月にはトランプ氏の大統領就任翌日に全米で500万人、世界600カ所で250万人が反トランプデモに立ち上がり、民主主義擁護の国際連帯を訴えた。韓国では市民の運動で現職大統領が罷免される激変が起きた。国連では核兵器の非人道性を告白する被爆者の声と国際世論が結実し、核兵器禁止条約の採択に向けた論議が開始された。草の根運動が歴史の歯車を前へと進めている。このような世界の戦いに強く連携し、格差と貧困の解消を求め、排外主義に反対し、核兵器の全面禁止を求める戦いをさらに前進させよう。戦争法廃止、許すな共謀罪、憲法改悪を許さない、なくせ貧困と格差、8時間働いて暮らせる賃金を、被爆者の生活となりわいを支える復興を、原発再稼働反対、安倍教育再生反対、辺野古新基地建設反対、核兵器全面禁止条約の実現、働く者の団結万歳、世界の労働者万歳、メーデー万歳。2017年5月1日第88回中央メーデー集会。改めて皆さんの拍手でご確認ください。第88回メーデー宣言が万丈の拍手で採択されたことを確認いたします。ありがとうございました。暑い中長時間ありがとうございました。皆さんのご協力で予定ちょっと早めに終わりかけております。以上をもって全ての議事を終了いたしました。ご協力ありがとうございました。最後に閉会のご挨拶を申し上げます。今日市委員長もお話になりましたが、お見えいただいた山口先生が東京新聞で内閣府がホームページでもしミサイルが撃ち込まれたら
避難の方法というものをホームページに掲載したと東京新聞に書かれています。しかしだから当たり前のことですが、日本というちっちゃな島国は大都市と、そして原子力発電所にもしミサイルが撃ち込まれたら、日本はそれだけで滅びてしまいます。避難か避難などしても全くの無駄だと思います。ミサイルを撃たせないことが政府の任務なんだ、このように先生は書かれております。平和でみんなが生きていける日本と世界を作り、私たち働く者が安心安全で働き続けられるような労働法制を作るために、今日の5月1日メーデーを契機にして、引き続き私たち労働者が先頭に立って頑張る決意申し上げて閉会のご挨拶します。どうもありがとうございました。次に小田川義和代表委員による団結頑張ろうを行います。皆さんご唱和をお願いします。その後全員で頑張ろうの合唱を行います。以上をもちまして 議長団の任務を終わらせていただきます。どうもご協力ありがとうございました。なお本日の中央命令参加者は3万人となっています。ありがとうございました。それでは皆さんからの勝負で団結頑張ろうとしているの第88回目に宣言していきたいと思います。戦争法廃止、許すな総合罪、憲法改悪を許さないために団結して青山コース、新宿コース、恵比寿コースの
3コースに分かれてデモ行進を行います。